コンラート一世フォン・ニュルンベルクは、経験博とも呼ばれるホーエンツォレルン家出身の、ニュルンベルク城博。コンラートは、エンツォレルン家で、初めて、ニュルンベルク城博となった、フリードリヒ一世フォン・ニュルンベルクとその妻ゾフィアフォン・ラープスとの間に長男として生まれた。コンラート一世は、初めツォレルン博を受け継いだ。父親の死後、弟のフリードリヒ二世が一旦は、 ニュルンベルク城博を継承した。1218年にホーエンツォレルン家の所領分割が行われ、コンラートはフランケン地方の所領と白白衣を獲得した。その後、彼は所領の拡大に着手する。このために彼は行為をめぐるベルフェン家とシュタウフェン家の戦いでは、シュタウフェン家に好意的な政治姿勢を示した。皇帝フリードリヒ二世は、 ニュルンベルクを信頼できる防衛拠点とするため、城の拡張を命じ、その城下町に自由扶養状を授けた。コンラートが軍事防衛を請け負う傍らで、市民らは内政強化に励み自治権の拡大などを手に入れていった。皇帝が破門された時にも、コンラートはこれを保護している。1250年に皇帝が亡くなったことは、コンラートにとっても大きな打撃であった。 今度は、近隣のフランケン地方土着の貴族たちとの戦いが行われたのである。しかし、そうした近隣貴族との兵でにも打ち勝ち、ペグニッツ渓谷の一部とアンスバッハ周辺の乱画を確保したのであった。コンラートは、アーデルハイトフォン・フロンテンハウゼンと結婚し、以下の子女を設けた。この文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成にあたり、直接参照はしておりません。ありがとうございます。